パパパパン、今日はメルちゃんたちのハンガーラック作るよ。見てこれ、もう服がパンパンなんだよね。とりあえずセリアで揃えてみたんだけど、ちゃんとできるかな。まあチャレンジあるのみ。まずはこの金具を分解するよ。この真ん中の木はいらない。このタオル掛けも分解します。で、土台部分が長いから、ここの部分に合わせてノコギリでカットするよ。キコ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 。塗装前にザラザラ部分は紙ヤスリでツルツルにするね。見て、ヤスったらピンクゴールドになった。まあ塗装するけど、塗料はこれ、家にあったダイソーのウォールナット。これでアンティーク調のかっちょいハンガーラック作りたい。水性ニスの塗り方のコツは、塗ったらすぐにいらない布で拭き取ったら綺麗にできるよ。この時に綺麗にやすっとかないと布がささくれで引っかいちゃうから気をつけてね。なんか薄くねってなっても、そこだけ塗り重ねたら大丈夫、均等になるよ。木の当たり外れでこういうのがあるんだよね、たまに。もうここは弾いちゃうから塗れないんだ。よし、できた。あとは組み立てだ。いきなりネジ入れちゃうと割れちゃうから下穴開けます。こんな感じで合体。次は上の部分なんだけど、こんな感じでタオル掛けを挟んでやったらやりやすいかも。おお、こんな感じ、こんな感じ。だいぶそれっぽく見えてきたよね。この網棚は置いてあるだけだから、この2つの画鋲で留めていきます。最後1個よっこらせ、できた。おお、イメージ通りのものができてよかった。あ、忘れてた。肝心のハンガーがかけれないと意味がないんだけど、大丈夫かな。よいしょ。あ、よかった、かけれそう。よし、早速服かけてみよう。せっかくだからこの木のハンガーのやつにしようかな。これはね、クリップついてるから上下セットの服もかけれるんだよ。かけれたんだけど、なんかアンバランスかな。ハンガーが足りないせいでドレスと私服がごっちゃになってる。まあいっか、メルちゃんたち呼んでこよう。ねえねえ、ちょっとついてきて。わあ、まだ浴衣着てたの？その声はキャラメルちゃん？ナチュラルに話しかけてきたけど、はじめましてだよね。キャラメルちゃんって手だけじゃないの？そんなわけないでしょ。メルちゃんたちに見せたいものあるから早く来て来て。じゃーん、どう？頑張ってハンガーラック作ったの。どうって言われても、趣味じゃない。それになんで下着がかかってるの？あ、これ下着上下セットだから。ちょっとやめてよ、今何も着てないのバレるじゃん。そんなのよりピンクの可愛いやつがいい。あ、はいはい、キャラメルちゃんが保険で用意してるの知ってる。バレてるとか言って、ちゃっかり発売日に買ってたでしょ。そこまでバレてちゃ仕方ない。じゃーん、あれ、お片付けバッチリ、おしゃれクローゼット。そんなのあるなら初めから出してよ。まあ誰がどう見てもこっちの方が可愛いよね。まあまあ、二人とも頑張って作ってたんだから、そんなこと言わないの。気を取り直して開けていくよ。よいしょい。中にはシールと本体。じゃあ開けてみるよ。めっちゃ緊張する。せーの、オープン。わあ、わあ、すごい。あ、ハンガーついてる。見て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 。あれ、取れない。ハンガー全部で6個あったよ。めっちゃお得。ここかけるとこあるからかけとこう。ここ引き出しかな。めっちゃ奥行きがあってたくさん入りそう。ねえ、みんな見て。ここ開けることができるみたい。ほら、鏡がある。ここも小物入れみたいだね。このシールは好きなところに貼れるみたいだけど、貼ったら制限されそうだから貼らない。ひとまずドレスとワンピースをしまってみよっか。ロングドレスは、これと、これと、あとこれ。ワンピースドレスは、これと、これ。ここはトップスボトムスって書いてあるけど、変わった服にする。魔女っ子ワンピースとミツバチベビーオール、あとはイチゴのレインコート。あ、サンタさんのワンピース忘れてた。やばいな、結局パンパンだ。靴下はここで、下着もここ、パジャマは畳んでここに入れるよ。傘立ては1本しか立てられないみたい。
これは奥に入れてみよっかな。お、いいじゃんいいじゃん。一番上は帽子とサングラス入るかな。お、入った入った入った。2番目はヘッドドレス、3番目はなんとか水着を仕込むよ。 OK。 ピクニックのリュックはここで、ランドセルはここに引っ掛ける。あと普通のリュックと巾着はここにしまおう。やばい、ティアラ出てきた。ここにしまってみようか。お、いいじゃん。クローゼット収納完了。これメルちゃんの家と合体できるらしいよ。合体って言っても並べて遊ぶみたい。わーい、お部屋が豪華になった。新しいクローゼットだ。ん？普段着がないみたいだけど。普段着はここにかけようと思うんだ。アイスのワンピース、これなんか最初に着てたワンピース、これも最初に着てたワンピース、こっから冬服、これお気に入り、めっちゃ可愛いやつ。これと、あれ？できないな。よいしょ。あとはクマさんニットでしょ。そして最後になぜか青くんの服。いいじゃんいいじゃん、最高。買ってくれてありがとう。確かに作ったやつより可愛い。ね、ねねちゃんまで。だよね、なんか茶色かったもん。うん、錆びてそうだった。あれ、キャラメルちゃんは？いいもん、服かけるとこなくなったら使うもん、これ。はぁ、なんかいじけてる。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。バイバーイ。